あれ？増えとるかな？筋肉と脂肪の比重は筋肉の方が重いんだ。そうなんだ。筋肉が大きくなるにつれて当然体重も重くなる。がっつり動いてがっつり食べる。レッツバトル。そういうことなら早速筋トレしようぜ。オッケー。肉のお兄さんだよ。ラットプルダウンでは広背筋、大円筋など背中の筋肉中心に鍛えることができるんだ。よし、わかった。軽い重量でも何回もやると疲れるな。おう、あけみ、今日は何時にジムに行く？いや、今日も行こうと思ってたんだけど、昨日のトレーニングで張り切りすぎちゃったみたいでさ。それなら今日は別の場所でトレーニングしない？え？いや、市民プールってのは盲点だったな。しかしお前ってマジでスタイルいいよな。同い年でこうも違うか。一緒に頑張って一つ上のマッチョを目指しましょう。いや、マッチョは目指さんけど。早く私たちも泳ごうぜ。まずはストレッチから。はい、ストップ。そのストレッチ待った。どうした、アケミ。運動前のストレッチは全くの無意味。それどころかは逆に有害なの。ジムでもほとんどの人がトレーニング前にストレッチしてるじゃん。そうなのよね。運動前のストレッチが有害だって知らない人はまだまだ多いみたい。私のおすすめはこんな感じ。肩の外回し、内回し、脇腹を伸ばす、横曲げ。心拍数が上がってきたでしょう。うん、体も温まってきた。替えの水着買いに行きましょう。だな。